の動画は私とあたるくんが初デート動画を撮った際の動画なんですけども、とっても地獄絵図なので約2年間お蔵入りをしていました。ものすごく見苦しい映像になりますが、今回は勇気を出して公開することに決めました。ですので皆さんも覚悟した上でご覧ください。では地獄絵図をお楽しみください。お楽しみください。お楽しみ。皆さんこんばんは。最近便秘中、元男の子の青木かのんと渡辺です。今どこにいますか？今日は週末の原宿にいます。原宿、はい、はい、原宿です。人混みやばい。竹下通り、人混みが、ちょっと撮影日間違った？言ったの俺だからね。え、予定合うのこの日しかない。スケジュール提示したのがこの5日とかだろ。そうですよ。俺が悪いよね。はい、そうです。今日は私からですね、渡辺くんにお願いがあります。ちょっと手をつなぎませんか？普段あんなに日常で拒んでるの？いや、私あれなんですよ、あのクリエイターパワー、そうそう、そういうことなんだけど、のろけるのが嫌いなの。すごい、ほんとすごいっすよ、日常で。そういう行為全くしないんで。無理無理、 なんだ、恥ずかしいっていうか無理なんですよ。なので今回はちょっと強制的に青木かののろけデート1日動画を撮っていきたいんです。そこにですね、ルールを追加しようと思いまして、普通に手を繋いでるだけだと多分私すぐ離しちゃうんですよ。なので手を離したら罰金1000円。禁断だね、1000円って。離さないよ。罰金1000円を渡るくんに納めます。はい、お願いします。改めると俺も照れるわ。お願いしますよ、ちょっと頼みますよ。ちょっと待って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 、どうしたらいい？ちょっとやばいっす。え、どうやって逃げればいい？そうじゃない。え、あ、そうなの？わかんない、ちょっとあの、わかんない。本当下手くそだよね。いや、ちょっとね、ちょっときついわ。なんで俺がこっちから、え、待って、内側から外に行きたいのにさ。この企画やめる？下手くそじゃない？ぎこちないの？え、こうやって握るの？恋人握りってなんかよくあのドラマで言う、あの恋人握りはこうして。あ、でもちょっとあの、まだあの、早いです。はい、ちょっとあの、無理なんで普通につなぎましょう。はい、はい、用意スタート。用意スタート。うわ、きつい、もう帰りたい。え、じゃあ、あの、行きます。うわ、きついな。待ってよ、ちょっと待って待って待って。なんか、あの他のさ、若い高校生たちのカップルとかめっちゃいるじゃん。浮いてない？うちなんか元男の子みたいな。待ってよ、ちょっと手汗が止まんなくなってきた。俺も手汗すごい。まあとりあえずあの、どこ行きますか？やばい、ちょっと待って、手、ほんと手汗がやばい。星のコーヒーに行きます。美味しいから、めっちゃ美味しいから。他の人はあんまり映さないように気をつけるから、一回カメラ止められる。ちょっと待って、これさ、おかしくない？店の中で。ちょっと待って、これめっちゃ美味しそうで、これをかけるっていうメープルシロップですね。すみません、じゃあ、あの、かけてもらえますか？お願いします。どのぐらいかける？そりゃいっぱいですよ。でもこのドバーっていっちゃっていいよ。めっちゃ美味しそう。やばいんだけど。OKOK。これは上に生クリームがかかっておりますね。美味しそうじゃない？食べたい、食べたい、食べたい。よし、こっちも食べて。あ、そっか、ダメだ。学習したじゃん。そうそうそうだ。これカメラ止めてたね。手離して食べちゃうね。そういうところ厳しい。めっちゃうまい。それがいいんじゃないですか。いただきます。はい。かわいい、ごめんね、なんか手つなぎっぱなしで。諦めた、断念。ごちそうさまでした。いきます。はい、ちょっと待って、いきなりピンチだった。やっぱ星のコーヒークリアです。クリア。そしたらさ、どこにデートに行く？次散歩、食後の運動出してきます。やばい、紅葉綺麗だね。紅葉見に行こうよ。俺も痛かったですよ。いや、うちと同じレベルになっちゃいけないんですよ、あなたは。いいですね、なんかデートをしてる気分になります。カメラスの堅苦しいよ。違うの、某よみこなの。今某よみこさんです。私の名前は某よみこです。風が強い。クリスマスですよ。クリスマスは何をしますか？ケーキを食べる、チキンを食べる、はい、プレゼントを交換する。違う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 、うちの目玉焼きを食べる。うち目玉焼きね、めっちゃ上手だから。目玉焼きに上手ってあるの？あります。うわ、背中かゆいな、ちょっと。ちょっと背中かゆい、背中かゆい、背中かゆい、背中かゆい。あー、気持ちいい。やめてくんない？その気持ちいいって。捨てはげでしょ、それ捨てはげ。なんで知ってんの？どうでしょう、青木かのんさんと今手をつないだ感想はどうでしょうか？冷たい。そう、冷たい。心が冷たい。あったかい。
冷え性。たださ、やっぱさ、まだ慣れないんだよね。周りのカップルとかのこなれてる感を見ると、こなれてるってか自然だろ、周り。あ、自然。そうですよ、プロ彼氏さん。やめてください、プロ彼氏って。本当に契約してるみたいな。契約、契約です。見てください、視聴者さん、私手繋いでます。東京の中心で手繋いでますよ。あ、トイレ。ちょっと待って、ボトルにする。俺がフォーカスするから。無理無理無理、どうやって。いや、この握り方おかしいだろ、うちがまだついてるみたいな。やめない。本当にそういう疑惑が起きるから。え、そういう疑惑が起きたら私めっちゃ困ります。営業妨害。営業妨害です。嫌な法廷だもん。あのね、うちが言おうとしたくせに。次会う時は法廷になりますけど、いいですか。やばい、銀河にも。やばい。トイレ来た。全員払えば。待って、分かった、多目的トイレダメ。無理だよ。じゃあどうやって。無理無理、生理現象だな。無理。待って、無理だよ。トイレ行くのに1000円って、秋葉原の駅の目の前のさ、有料トイレより高いじゃねえかよ。え、何、もしかしてあなたは暴力団ですか。そうです。で、一緒にもう女弁入ろう。そうだ、1000円お支払いします。びっくりした。移動しましょう。その前に、その前に、何が、1000円、え、1000円手離したじゃん。本当に払うの。払うよ。はい、はい、お疲れ様。はい、お願いします。次はどこに行くんでしょうか。たこ焼き食べたい。渋谷に移動しましょう。移動しましょう。見なさい、これがリアル充実というリア充ですよ。着きました。今自由が丘、たこ焼きを食べる。たこ焼きはどこですか。自由が丘まで来て銀だこ。おお、いいんじゃないですか。銀だこいいじゃないですか。いいっすよ。あ、ちゃんと手伝いでます。裏で話してるんじゃないかっていう、あの疑惑が持たれる前にちゃんとやってきますよ。着きました。どれにしよっか。たこ焼き、ネギタコ、てりたま。え、てりたま絶対美味しくない。てりたまにする。てりたま好き。もう食ったことないけど、てりたま自体は好きね。てりたま絶対うまいよ。てりたまを一つお願いします。はい、皆さんはたこ焼き好きですか。皆さんはたこ焼き好きですか。え、見て、美味しそうじゃないこれ。そう、なんか可愛いよね、たこ焼きって。ね、ちょっと食べますか。俺の手のように扱うから。ただ、うちカメラマンですから、わたるくんの専属カメラマンです、今日は。なるほど、はい、じゃあこのたこ焼きも俺が。いや、うち食べたい、食べたい、食べたいっす。食べさせる。あ、食べさせてくれんの。うん、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、待って、あのさ、そうだよ、ちょっと待って、待って、来い。熱い。あ、何も買ってねえやん。やばい、待って、うち食べさせてあげることできない。ほんと熱い、やばい、気をつけた方がいい。本当に。熱くない？熱いでしょ？いやいや、強がなくていいから、気持ちはある。美味しかったね。ちょっと口の中の皮がやばい、やばいことになってるんですけど、なので次は私がちょっとその口の中をね、癒しに行きたいと思います。お願いします。シートベルト。あ、やばい。ちょっと待って、これはさ、もう分かりますだよ。もう泣きそうだよ。はい、2000円目です。もうちょっと、もうそろそろ着きますよ。この後もありました、こちらです。あれやってなくね。え、待って、やってるよ。あ、もうほんとびっくりさせないでよ。うん、ちょっとね、うちも焦った。あった、これ冷凍でも渡してもらいます。手に入れましたね。卵と俺、あ、ちょっと、え、卵、粉と卵です。じゃあ公園に移動します。玉川駅着きました。玉川大根、ちょっと言いづらい。あそこの丘の上。そう、丘の上。ここめっちゃ俺長いよ。地味に長い。長くない。いや、なんでスピード上げるんだよ。おかしいだろ。これやばくない。これやばいでしょ。行きましょう。おかしいだろ。なんで、おかしい。無理だよ。アホか。これ。あ、ネタバレするじゃんこれ。おかしいだろ。もう分かりました。ね、渡しますよもう。
わかりました。よし、じゃあ食べるか。うん、食べよう。違う、洗いました。これ食べる？いけるかな。そう、うちも片手今日使えるんで。どうですか？本当におにぎりぐらいある。え、めっちゃうまそう。やばい、早く食べたい。まだ凍ってるんだよね。おいしい。うまっ。おいしい、うん、え、凍ってない。普通に噛み砕けるし、うまい。おいしい、全然いけるよ。本当？じゃあ、うちもいただきます。いただきます。うまっ、めっちゃうまい。じゃあ今からどこに行きますか、小樽さん。最後は締めで、はい、港未来。港未来ですね。わかりました。じゃあ港未来に行きます。これ何回目でどこですか、ここは。港未来に続きました。めっちゃ綺麗。私は今ここにいるのと渡るくん。渡るくん、どうですか。青っていいよ。いいね。青キカノンでしょ。あ、そう、映んない方がいい。普通に綺麗じゃない。ただうちらをこうやって顔で映すと全然イルミネーションが映んないんですよ。我々の顔の主張が激しすぎて。綺麗。渡るくん、見て、めっちゃ綺麗。うん。もう一回。オッケー。いいね。すごい。綺麗。綺麗じゃない？飲食がすごい。うん。綺麗。これで今日最後になります。じゃあ罰金で没収した金額出す。はい、わかりました。はい。3000円。これは今日返さないですけど、3000円でけえな。地味に今回はですね、初めて彼氏の渡るくんと手をつなぐことが無事完了した一日でした。本当にのろけが苦手っていうか、なんか恥ずかしい、照れちゃうんですよ。本当にやりたいけど照れちゃう。でまたこれを機にステップアップして、次は視聴者の目の前でキスをしようかなと思います。なんだよそれ。私は見せるものじゃありません。はい、わかりました。っていう感じで今回の動画は終わります。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので、画面の下からフォローしてね。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。